今回は、コンフィ UI で画像生成の指示を日本語にする方法について解説します。具体的にはまず、生成したい画像についての説明を日本語で記載します。そして、その説明、つまり、画像を生成するための指示を英語に翻訳します。さらに、その翻訳したテキストに付加情報を加えたプロンプトを生成します。ここで言うプロンプトとは、画像を生成するための英語の指示テキストのことです。 つまり、翻訳して適切なプロンプトを生成します。この処理を、大言語モデルのラマ3にオラマを通して指示します。もしも、大言語モデルやオラマというキーワードがわからない場合は、詳細を解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。最終的に、日本語の指示からこのようなプロンプトが生成されます。なお、 チャット GPT の回答が毎回変わるのと同じように、このプロンプトは毎回同じとは限りません。しかし、チュンリーが戦っているという単純な文章から、このように詳細を追加した状態の英語のプロンプトが生成されます。ここで大事なのは、日本語のチュンリーという単語から、ストリートファイターというゲーム名を割り出していること。さらに、チュンリーの性別も判断して、 プロンプトに指定されているところに注目してください。こうして生成されたプロンプトを元に画像が生成されます。この動画で紹介する内容は、OpenArt というサイトにある c o n f i UI の設定ファイルを参考にしております。この解説では、Google コラボで c o n f i UI を動作させていきます。なお、OpenArt と Google コラボへのリンク、および、 コンフィ UI や Google コラボに関する解説動画のリンクを概要欄に貼っておきます。そのため、もしもこれらのキーワードの意味がわからない場合は、そちらをご確認ください。まずは、Google コラボのサイトにアクセスします。Google コラボの画面を表示したら、ノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックします。もしも、このようなポップアップ画面が表示されない場合は、メニューの中からファイルを選択して、 ノートブックを新規作成を選択します。ノートブックを新規作成したら、名前を変更しておきましょう。この解説では、このような名前にしておきました。次に、ランタイムのタイプを変更します。メニューの中から、ランタイムを選択して、ランタイムのタイプを変更を選択します。そうすると、ランタイムのタイプの設定画面が表示されます。ランタイムのタイプは、Python 3にしておきます。 ハードウェアアクセラレータは L4GPU を選択します。L4GPU を選択した場合は、ハイメモリーの設定が自動的に有効になります。なお、無料版の Google コラボでは L4GPU は選択できません。そのため、この動画では有料版の Google コラボで解説を進めます。ランタイムのタイプをこのように変更したら、保存ボタンをクリックします。これで、 Google コラボでコードを実行するための準備が整いました。それでは早速実行していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したらインストールコマンドと書かれているタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります。テキストボックスに先ほどコピーしたテキストを貼り付けます。そして再生ボタンを押します。 これで貼り付けたテキストの内容が実行されます。この処理には5分以上かかると思います。しばらく待っているとこのようなリンクが表示されます。このリンクをクリックします。そうすると Conf UI の画面が表示されます。この画面が表示されたら次に設定ファイルを読み込みます。この解説ではあらかじめ Conf UI の設定ファイルを用意していますのでそちらをご利用ください。 概要欄に貼ってあるページを表示します。このページを表示したら、利用ファイルと書かれているタイトルの下にある ZIP ファイルをクリックします。そうすると、ZIP ファイルがダウンロードされるので回答します。ダウンロードしたファイルを回答したら、このようなファイルが表示されると思います。この中にある、workflow.json と書かれているファイルを c o n f i u i の画面にドラッグドロップします。ファイルは、 何も表示されていない場所にドラッグドロップするようにしてください。これで、workflow.json の設定ファイルが読み込まれます。設定ファイルが読み込まれたら、Q プロンプトと書かれているボタンをクリックします。そうすると、画像の生成処理が開始されます。生成処理の状況は、ブロックの表示で確認できます。緑色で囲まれているブロックが、現在、実行されている処理です。 処理が完了すると、囲んでいる緑色の表示が移動します。画像の生成には数分程度かかります。しばらく待っていると、このような画像が生成されました。期待した通り、チュンリーが戦っている雰囲気の画像が生成されています。このように、日本語のざっくりとした指示から、適切な英語のプロンプトを自動生成した画像を生成することができます。ぜひお試しください。 それではまた別の動画で。